こんにちは、ゆきみさんです。このバンドはさっきゾノさんに紹介してもらいました、春フェスのオープニングで組むことになったバンドで、急遽詰めたメンバーですごいクオリティが高いのでありがたいなって思いながら、すごく楽しい春フェスオープニングだったので次機会があればぜひ呼んでくださいって感じです。初めピンボでお願いって言われて、ピンボってめっちゃ緊張するっていうか、僕はずっとギターを弾いてきたので、ギターで音を取ってたりとかしたから、ここら辺に何にもないとすごく手持ちの方でどうしようみたいな、スリスリしようかどうしようかなって思って、あんま見ないでほしいし、感想とか目合うとちょっと気まずいみたいな。難しいなってすごく思います。アーティストとかでパフォーマンスができたらかっこいいけど、ちょっと中途半端にやるのも恥ずかしいなっていう感じで、僕はギターの予定だったんだけどなって思います。いや、文句じゃない全然すごい楽しいんで、でサカナクションもそのまま続けて、サカナクションのコピーバンドをしようってことになって、今やった曲が忘れないのっていう曲で、次が春フェスでもやったアイデンティティをやるんですけど、サカナクションから始め、魚じゃなくてお肉にしようってなって、お肉ションって名前になったんですけど、ダサいねっていう話になって、その後豚肉、牛肉、鶏肉回って焼肉に行き着きましたね。それでどう始めしたらギリセーフかなって、ギリセーフ。そんな感じの、ゆるく喋りながら練習は結構バチッと決まるんで、すごい楽しくやらせてもらってます。ありがとうございます。では次の曲っていうか行きますか。アイデンティティです。焼肉ションでした。ありがとうございました。ごめんなさい。焼肉ションでした。ありがとうございました。